2021年8月29日日曜日10時になりました。10時からの番組は You are not alone、 コロナ禍での海外への防災教育に向けて。しばらくお待ちください。皆さんこんにちは、おはようございます。おはようございます。でですね、こもちゃん、今日は、そうね、また第2回目の、うん、You are not alone ということで、ね、今日もワセンドの、ね、皆さんに、ね、来ていただいて、うん、まあ、それで、ね、若い人たちが ね、そうですね、こもちゃんのね、後輩にあたりますね。そう、そうですね。だいぶ年齢は違いますけどね。年齢は違うけれども、年代を超えて、そうです。防災に取り組む、もの同士、いろいろ考えようではないかということで。そういうことですね。まあ、ね、防災にこの、ね、年代のこの、なんていうの、境なんていうのは、いらないですからね。いらないですね。誰もがね、ことですね。うん。こもちゃん、あれですか、なんか、防災っていうか、最近ちょっと、こんなこと考えてるよとかあります？まあ、こもちゃんもいろいろ考えてますよね、防災に関してはね。そうだね。まあ、僕の場合はやっぱり、障害者の、防災とはその頃、うん、復興する時にやっぱり障害者が置いてこぼれにされないっていうことをね、うん、やっぱ ね、 考えてますよね。はいはいはい、誰一人取り残さないっていうところの、うん、あれですかね、うん、インクルーシブ防災的なところですよね、うん、やっぱりね、すごい大事ですよね。被害にね遭われる方も、障害を持つ方、高齢を持つ方っていう方ところがね多かったりしますからね、うん、うん、今回もね、この首都防災ウィークの、イベントの中で、こもちゃんも、ね、昨日も浅野先生からのインタビューってところに答えていただいたりっていうところもあったんですけど、9月4日のね、防災フォーラムの中でも、そのあたりについてお話しいただいたりするので、そこもね、皆さん見に来ていただけたらいいなっていうふうに思います。お願いします。ではですね、うん、今日もね、和泉堂総大防災教育支援会ですねの皆さんに来ていただいてまして、まずはね、あれですね、前回一緒に番組出てくれた鈴木ノアちゃんね、ノアさんにね、呼んでみます。じゃあ、鈴木ノアさん、おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。爽やかな笑顔で書くんですね。はい、今日はですね、あれですよね、ノアさん、他の学生の方たちも、和泉堂の方たちもね、呼んでくれてるっていうことなので、ちょっとじゃあ一人ずつ呼んでみましょうか。はい、まずは、はい、どなたから。そしたら私と同じ3年生の山口くんから。はい、お願いします。はい、はい、あ、山口くん、おはようございます。おはようございます。なんか山口くんあれですよ、なんかピシッとしたワイシャツなどを着てしまう。一応公の場なのでワイシャツを。素晴らしいですね。素晴らしいな。恥ずかしくなってきた。そうですね。なんかちょっと社会人な感じですね。じゃあ、ナーさんでは、次の方。はい。2年生の、はい、辰野くん、お願いします。はい、辰野くん。お願いします。
はい、辰野くんおはようございます。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。2年生なんですね。2年生。そうですね。爽やか2年生。はい、ではともう一人来てくださっている、はい、2年生の矢吹さん、お願いします。はい、矢吹さん。あ、矢吹さんおはようございます。おはようございます。では今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですね、とミラクルテレビの中では、まあ、私とほもちゃんはですね、結構ね、よく顔が出てくる人っていうところもあるので、うん、ちょっと、まあ、私はミラクルテレビで番組編成部長っていうのをしてるんですけれども、ほもとさんは株式会社土屋というですね、重度訪問介護をメインにした会社で、取締役兼最高文化責任者というですね、立場でお仕事をされています。そしてね、ノアちゃんも知ってると思うんですけれども、早稲田大学の卒業生なんですね、うん、で初めての早稲田大学で初めての車椅子を使った学生だったっていうことなんですよね、小松ちゃんね。はい、そうです、うん、ね、今は多分結構バリアフリー化も進んだりとかして、車椅子の、ね、うん、子とかもいたりとかするんだと思うんですけど、その頃は、まあね、バリアフリーになってるからね、うん、結構やっぱり昔は大変だったみたいな感じとかありますよね。ね、うん、結構あれですか、皆さん手伝ってくれたりとかって。早稲田の学生はみんなやっぱり、うん、そこら辺は気軽に手伝ってくれた。そうなんですね。そっかそっか。でもそれでね、またコミュニケーションみたいのが生まれたりとかっていうのもいいですよね。うん、助けね、持ちつ持たれすという感じでね、うん、はい、ではですね、私たちの紹介はここまでとして、では鈴木奈さんの方からまずは自己紹介していただいてよろしいですか。早稲田大学の創造理工学部の、社会環境工学科という土木分野を扱う学科ですね、の、3年生ので、今は先導の代表を務めています鈴木奈です。よろしくお願いします。お願いします。なんか奈さんあんまり土木な感じしないですね。でもまあ見て力高そうな感じですけど、土木って聞くと結構こう、うん、そういう感じに思われがちなんですけど、意外と早稲田は 割と女の子も多くて。そうなんですね。3割ぐらい私の学年はいるので30人ぐらいはわらわらっといる感じなので。はいはいはい。ちょっと全然この番組の内容とは違ってきちゃうんですけど、はい、なんで土木工学を選んだんですか。あ、そうだね。まあなんか身近に災害とか地震とかが結構、まあ私も東日本大震災を体験しましたしとかで、まあ、はい、小学生の時とかだったので、はい、まあ、中高の間でこうね、どこにどう進もうかなと考える中で、まあ、防災とか災害とか、あと土木だと町づくりとか都市計画も扱うので、はいはいはい、早稲田のその土木の学科って結構広い範囲を扱っているので、うん、まあ、そういう意味でも興味ある分野がここかなっていうことで受験してって感じに。素晴らしいじゃないですか。ね、こもちゃんこういうね、うん、いいですよね、うん、若い世代がこのしっかり考えて、うん、にこのね、学問としてちゃんとね、そのなんて言うんだろう、行き着くところを考えてこの学部を選んでみたいなところ、うん、大事ですよね。ちゃんと ビジョンも持ってるんですね。そうそう、うん、素晴らしいですね。ナさんありがとうございます。ありがとうございます、はい。では山口さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。山口さんのじゃあ自己紹介とか、山口さんはあれですか、東京出身。はい、そうです。東京生まれです。はい、東京生まれ、東京育ち。はい。はい、そして、早稲田大学へ入った。
はい、入りました。はい。あれですか、高校とかは、もちろん東京ですよね。はい、高校も東京の高校です。早稲田の、なんだ学院っていう付属の。学院が、はい、東大学院っていう付属の高校になります。うん、はいはいはい。あれどこです上石神社。上石神社です。うん。そっかそっか、そうなんですね。私が住んでたところですね。うん、あ、そっか。あ、ちなみに私の旦那さんも学院出身の早稲田理工学部。そうなんです、ね。で、同じ学部になるんですか、ノアさんとは。そうですね、同じ学部の同じ学科の同期ということになります。そっかそっか。じゃあ結構一緒にいることも多いのかな。まあ一緒にいるってこともないけど、その初めて同じ授業、はい、全部一緒にやってる、基本的に。うんうんうん。そっか、はい、ありがとうございます。では次、辰野さん、はい、自己紹介をよろしくお願いします。鈴木さんと同じく早稲田大学創造理工学部社会環境工学科2年の辰野博と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。あれ、辰野さんも東京ですか？はい、東京出身で、僕は高校は東京学芸大学属、うん、高等学校出身です。学芸大付属の高校。へー、うん、そうなんですね。どっち？学芸大って2箇所ありませんでしたっけ？長屋？そうですね。三軒茶屋の方の、はい。うん、そうなんですね。そっかそっか。じゃあ頑張って早稲田大学理工学部に入り。あ、ちなみにあれですね、今この3人は同じ学部学科ということで、この早稲田自体みんなあれなんですか、同じ。そうですね、そもそもが学科 の研究室とかのところから始まって、うん、はいはい、でもサークルになって、まあ、誰でも一応入れはするんですけど、まあ、扱ってる分野とかが防災とか災害とか同盟にはなるので、うん、割とこう私たちの学科の人たちがメインで入って、うん、私たちも新入生とか入れるときはそういうガイダンスとかでお話しして、うん、はいはい、こう入れてみたいな感じで、うん、なので割とこう縦のつながりは割と強いのかなという、うん、いいですね、そういうのね、はい、そっかそっか、うん、ありがとうございます。では次、矢吹さんの自己紹介をお願いしたいんですけれども、矢吹葵さん、うん、ね、はい、矢吹さんも同じで、あ、なんか声が出ないかな、マイクかな、マイクがちょっと小さいの、小さくなっちゃってるかな、あ、とですね、この聞こえますか、あ、聞こえます、聞こえます、ちょっと失礼しました、すいません、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、辰野くんと同じく2年生の矢吹葵と申します、よろしくお願いします。よろしくお願いします。矢吹さんも東京、あ、そうです、高校は埼玉です。あ、そうなんですね、はい、ちなみに鈴木奈さんも東京ですか？はい、私も東京です。すごい、みんなじゃ あれですね、一人暮らしとかじゃなくって実家とかから通えちゃう感じなんです。結構ね、あれですよね、なんだろう、東京都以外から一人暮らしして学校通ってる人とかもいるじゃないですか。皆さん実家ではないかったりもするのかな。私は実家で、早稲田の中にもちらほら地方の子とかもいて、うん、いたりします、ね、一人暮らしの子とかも、はい、います、うん、そっかそっか、はい、なんかあれですよね、そういう一人暮らし体験とかもちょっとね、大学生になったりするとこの憧れたりとかそういうのもあったりすると思いますはい、ではですね、ちゃんとね、本題に入っていきましょうね。この4人の自己紹介だけで終わっちゃって困るので、はい、ではですね、今早稲田として活動してるじゃないですか。で、今の現状っていうところを前回のパート1のところで、なかなかそのね、早稲田として毎年海外、そのインドネシアとかフィリピン、うん、あれでしたっけ、はい、そうです、うん、に行ったりしてたんだけど、それが、まあ、コロナ禍で
なかなかできなくなっているよっていうようなお話があった中で、ちょっとそこから発展させることはできないかっていうような話で前回終わったと思うんですよね。で今の現状っていうところを少し鈴木ノアさんの方からお話しいただいてもよろしいですか？はい、先ほどおっしゃっていただいたように、活動としては例年は夏休みは海外にインドネシアとかで、春休みにフィリピン行ったりとかして割と海外の活動がメインで進めてはいて、で普通の時期は小学校国内の小学校もあったりとかっていうのがあったんですけど、コロナ禍でちょっと移動が制限される中で小学生に対面で会うっていうこともなかなか難しいので、何かできないかっていうのを考えたところで、海外のその防災の講座をするときにパワーポイントのスライドをいつも使って、でそれを読んでクイズとか出してみたいな感じで講座をしてるんですけど、それを動画に収めていつでも見ていただけるように海外の小学校とかに送れたらいいかなっていう話が出て、以前と違ってこの学生同士で集まること自体はできるので、私たちが実際に現地に行けなくてもできることとして私たち同士で集まって動画作成しようかなっていうことで、この夏休みに今までで2回集まって動画を作っているので、あともう2回ぐらい集まって作ろうかなっていう話を、している感じになります。すごいちゃんとあれですね、着々と進めているんですね。テストあったりとかいろいろ、大学生もね忙しかったりしますよね。バイトもしないといけないってことないけど、そういうのもあったりすると思うんですけど、そんな中でねちゃんとその自分たちのことだけじゃなくてその周りのこともしっかり考えて進められてるというのはね、こもちゃん素晴らしいですよね。素晴らしいですね、てかとてもやっぱり前向きでいいですよね。そうですね。ちなみに今はその学校でそのなんて学生同士を集まれたりするっていうような感じだったんですけど、前のあれでしたっけ、番組の時とかはやっぱりなかなかその集まれない状況だったっていうのもあったんでしたっけ。緊急事態宣言が今もあれですけど出たりとか、あと多分サークル内で早稲田大学内で結構ちょっと流行っちゃったりみたいなのが確かあったんですけど、それで一旦対面での集会は禁止ってなったり、それは全部サークル取り締まってるその上の方のご判断なのでこちらはもうそれに従うしかないんですけど、そうやって結構前日とかにはしたからダメみたいなこと言われちゃったりとかしたりもあったので、夏休み自体は宣言は出てるとかそういうのもあるんですけど、一応活動自体はやってもいいっていう代わりにこう記録を取ったりとか誰が来て誰が来てないとかどれぐらいの時間活動したかっていうのをちゃんと記録してっていう感じで対策しながら進めてる感じですかね。なので去年それこそ辰野くんとか矢吹さんの新刊、新入生に説明とかするのはオンラインでやって対面でこう人を集めてっていうのができなかったので、そうかすごい新刊をオンラインでやるってそうです、ね、ないですよね。私たちも慣れないですし、1年生もこう入ってどんな雰囲気かわからないままズームに入ってくるっていうちょっと大変だったな、だって、3月4月ぐらいから去年2020年4月ぐらいからやっぱり学校でのそのオンライン授業っていうところがその始まったりとかしたじゃないですか。で、あれですよね、矢吹さん辰野くんはそうするとその時1年生だったから入ってきてすぐに授業はオンラインな人だったわけですよね。そうですね。でさらにこのサークルとかそういうのの新刊の
あの説明会みたいなのもあの全てオンラインっていうわけですよね。そうですね、うん、学校に行ってなくて行ってないわけですよね。はい。どうやって勧誘したんですか。そのそれって、うん、あの早稲田 の, あの理工 の, あのネットみたいなところにどういうあの活動してる団体がいてみたいなのが書いてあって、そこからあの選ぶっていうようなイメージなんですか。なんか間自体は私たちのサークルがまあ特殊なのもあるんですけど、先ほど言ったようにこの土木の学科のサークルにはなるので、そのこれ私たちは別でその土木の学科の1年生に向けたその先生方からの説明会みたいなのがあのまあ普通にあって、それが確かオンラインであって、その時にこう私たちのサークルが新刊をやるのでっていうので一斉に告知ができたので、そっかそっか、なので割とこうスムーズに、まあ対面よりは多分行きづらかったと思うんですけど、情報自体はあやるんだなっていうのは分かってもらえたかと思うんですけど、まあ普通のサークルはこう不特定多数のこう1年生全員にみたいになるので、なかなかこうどこに発信すればいいでしょうね、はい、難しかったかなっていうところではありますね。そういう意味では和線路としては結構その学校の協力っていうところもあって、うまくあの新入生をあの入れることができたっていうところなわけですね。教授の先生にそうですね時間取っていただいて、うん、感じでやらせてもらいました。早稲田大学公認なんですもんね。はい、そうです。公認サークルね。ではですね、今あのちょっと動画作りをあのしているっていう話が先ほどあったんですけど、その辺ちょっとご紹介いただいてもいいですか。はい。今までやったのは、今まで2本ぐらい動画は撮っていて、以前5月ぐらいにあの早稲田大学 の, その留学生とかを対象にした防災のイベントがまあ別であったんですけど、そこであの留学生に向けて、まあ、先導の紹介とあとまあ防災 の, あの講座をあのしたので、まあ、その資料を使ったりしながら、あの1本目はその防災というか災害に備えてあの備蓄、あの家にあの何を持っておいて、うん、あの非常時に何持っていくかみたいなののシルエットクイズのスライドがあるんですけど、うん、まあ、シルエットでこれなんでしょうみたいな写して、まあ、ちょっと考えてもらって正解とその説明みたいな感じでポンポン進んでいくものではあるんですけど、うん、割とインドネシアは私あの一昨年2019年の夏に行って実際現地でやってで結構盛り上がってはいたので、うん、そうなん、結構内容が簡単であの分かりやすいので、うん、はいはいはい、入りやすいかな、答えやすい感じ、はい、まあ、食料とか水とかも含め懐中電灯とかあの ちょっとずつあのみんなの分かりやすいものをあの散りばめてっていう感じのスライドになるので、うん、まあ、それもオンラインでできるかなっていうことでそれを動画にしたのと、うん、あとはあと部屋の中 の, あのどういうものが倒れてきて危ないとか、うん、あの棚とか窓とかドアとかみたいな感じで細かいところであるんですけど、まあ、実際のお部屋を想定して、まあ、どこに危険が潜んでるかを、まあ、クイズ形式で当ててもらって、まあ、説明してどういう対策をしたらいいねみたいな、結構1本目は日常生活に根ざしたというか、あの普段からも取り入れやすいような、うん、あの内容にして、まあ、小学生に見てもらうんですけど、やっぱりこう対策というか備蓄揃えるとかあとは部屋の中のっていうのはやはり親御さんとか協力も必要かと思うので、うん、まあ、家に帰って親御さんとかと話してみてねみたいな感じ で,、うんうん、で、まあ、家族でやってもらえればいいかなっていう感じのが1本目と、あと前回撮った2本目のは割とあの和線路として、まあ、そうやって動画作ってるんですけど、まずそもそもどういう団体かっていうのがなかなかいきなり動画を渡されてもってところあると思うので、和線路がどういう活動どういうきっかけで始まってどういう活動を、まあ、例年してたかみたいなところをまあ、活動紹介みたいな形で
自己紹介しようかなっていうところで2本目のビデオは作ったっていうところで、まあ、3本目とかそれ以降は、まあ、もう少し他の講座のスライドもあるので、ちょっとあの英訳というか日本語版しか今のところないので、英訳して、まあ、分かりやすいように伝えられたらいいかなっていうところで、現状はそんな感じですか。そうなんですね。それってなんかちょっと見れたりとかするんですか。うん、どうしようかな。スライド動画自体はスライドの画面共有をしてるだけなので、うん、はいはいはい、画面はスライドだけで、あと私たちが音声入れてみたいな感じ、はいはいはい、見てみたいですよね、こもちゃん。見たい。明大動画持ってる？持ってるかな？動画を見せた方が伝わりやすいんですかね。あ、すみません、今ちょっと動画は編集中でした。編集中なの。他のパソコンに入ってるので、スライドはある、スライドはあるんですが。うん、あ、スライド、あ、で、じゃあスライドで、これが動画になるよ的なところを。ああ、わかりました。したら、ま。あれですよね、スライドが、をムービーで、保存してってっていうような部分で、ね。あ、はい、そんな感じで。うん、したら共有ははいできてます。見れてますかね。あ、もうちょっとで多分、あ、出てきた出てきた。あ、よかったです。はい、なんかざっくりした説明になるんですけど。かわいい、かわいい。この絵は誰、絵は誰が描いたんですか。絵は上の先輩方がオリジナルで描いてくれて、それを今も使わせてもらってます。なんかちっちゃい子向けで防災ってなると結構お堅い話が多めになりがちなので、ここはちょっと絵入れて、スライドも写真とか多めで作ろうかなっていうところで。これが備蓄の講座のところで、うん、かっこいい。この画面だけで、今の最初の画面だけでもかっこいいですよね。なんかこの早稲田の W がこのデザイン化されてのラインになってるとことか、これもあれですか、代々。そうですね、先輩方が作ってくださったのを今も、はい、使わせてもらってます。うん、あ、ごめんなさい、はい、はいはい。で、まあ何が備蓄で必要かなみたいなのを、うん、まあ、簡単な説明をして、はい、ここら辺から、はい、ずっとシルエットクイズなんですけど、うん、はいはい、水とか食料とか、あとは懐中電灯、軍手とか、うん、ティッシュと、これ面白いかもしれない。はい、面白いですね。ポン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 進んでいくので、うんうん、飽きないかなっていうところで、ラジオと、うん、え、何これ、あ、笛か、はい、笛ですね。うん、え、そう、ここら辺は薬とかですね、常備薬的な、はいはい、はい、え、この薬なんて分かります、みんな。割とそうですね、まあ形がなんとなく難しいのは後半の方にはしてるんですけど、はい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 、ちょっと四角くてなんだろうなって感じさせるだけでも なんか意味あるかなっていうところで、うん、最初の方結構当たっちゃうので、ここら辺とかも結構分かりやすい、うんうん、ね、分かりますよね。はい、なので、まあ後半ちょっと考えさせて、うん、私ホイッスルもなんかほら、なんか隣のものとの大きさのバランスとかでそうですね、なんだろうこれ、なんだろうこのと思ったけど、確かに大きさは割とざっくりなんでめちゃめちゃでかいかもしれないです。若干なんか掃除機じゃないけど、なんかそういうふうに見えたら、そうなんだ、そうなんだ。正解たどり着かなくても、まあ、想像してもらってこう楽し、はいはい、んでもらえるかなっていう感じで、うん、いいですね。なるほど。と洋服と靴とか、うん、はいはい、とライターと電池とか、と最後はハンカチは少しいろいろ使い方があるので、はいはいはい、ここら辺で説明とかしたりして、うん、あ、じゃあちょっとこのハンカチの説明とかちょっとしてもらってもいいですか。ハンカチ何に使えるよみたいな。つのくんかおいちゃん、
見て読みましょうか。じゃあ辰野さんです。じゃあ僕やりますね。はい、はい、お願いします。ハンカチはその、うん、怪我をした時とかに、はい、こういうあの、まあ、右上にあるように止血のために使えたりとか、うん、はいはい、あとはそれこそなんか物が倒れてきちゃってそれこそ骨を折っちゃったりとかした時に固定をしなきゃいけない時に、うんうん、まあ、こういうふうにあのガーゼ代わりに使えたりとか、はいはい、まあ、それこそその被災したのが夏だったりするとすごく暑かったりとかして、うん、でなかなか帽子とかも持ってこれなかったりもするので、うん、まあ、帽子の代わりになったりとか、はいはい、まあ、それこそいつも通りの形で、まあ、あの避難所とかだとあの衛生上の問題が、まあ、それこそコロナ禍だと、まあ、特に注目されると思うんですけど、はいはい、そういうところでのマスクの代わりになったりだとか、うん、まあ、あとはそれで手洗いをする時の、まあ、タオル代わりにしたりとかができたりするっていう感じですね。そっかそっか、ハンカチ万能ですね、そう考えるとね。うん、薄いからね、何枚か、ね、触らないですし、いいですよね、はい、安いですね。うん、いいですね。これは子どもたちも大人も学べるんじゃないですか、ね、そうですね。割となんか、うん、物自体は知っててもこうどう使うかみたいなところは、ね、うん、あの大人の方でも知らないこととかいろいろあったりとか、うん、私たちも初めて知ることもたくさんあるので、はい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 、そこも家族で共有してもらえればな、うん、みたいな感じで、うんうんうん、そうですね。ちょっと次のこのハンカチの次行ってみましょうか。であの物そのグッズ自体はここら辺で終わりで、うん、まあここからはなんで備蓄が大事かみたいなところ、はいはいはい、まあ地震とかあるとこうやってコンビニとかにも人がいっぱい来て、うん、まあ棚とかも品薄とかにもなっちゃうので、うん、まあこの辺ですね、うん、こうやっていっぱい普段あるものもやっぱり買い占められちゃうとなくなっちゃったりみたいなところがあると思うので、うん、まあ自分の必需品というかあの最低限必要なものは常に持っておくといいですねみたいな感じで、うんうん、で、まあ、リュックとかにこういうコマコマしたものを入れて、うん、常にお家に置いておくといざという時にそれだけ持って逃げるみたいなことができると思うので、はいはい、うん、まあ常に持って準備しておいてくださいねっていうところで一番の講座は終わりですかね。そっかそっか。あれちなみにあれですか、あのノアさんとかもあの備蓄とかしたりしてます？一応はい、家には置いてありますね、うん、なんかこれはいいよっていうようなものだったりします？これはいいよ、なんだろうな、なんだろう、でもあ、まあ、ちょっと関係ないかもしれないですけど、うん、あの普段もこうやって写真ちょっと荒いんですけどマスクとかも、うん、あの入れてはいたんですけど、まあ、コロナ禍ってこともあるので、うん、やっぱりこう感染対策的な面で今後、うん、まあ、備蓄って割とこう用意しといたらそのまんまみたいなことになりがちというか、うん、まあ、それで全然いいんですけど、まあ、賞味期限とかちょっとまあ気にするぐらいでもいいと思うんですけど、まあ、一応状況に応じてこう実際今避難するってなった時に何が必要かっていうところで、うん、マスクだったりとか、まあ、除菌のあれだったりとかっていうのを、うん、まあ、その都度こう更新していくというか、まあ、自分の状況もそうですし周りの状況もそうですけど、うん、ある程度こうチェックして何回か定期的に更新していくみたいなのは大事かなっていうのは、うん、そうなんですよね。なんか結構そのなんて言うんだろう、普段食べないようなものをストックしていても結局賞味期限切れちゃってみたいな感じ、ね、そのローリングストック的なところ の、うん、あの考え方でいかないと、ね、そうですっていうのはありますよね。でもそうすると私とか結構どんどん食べちゃったりとかしてなくなっちゃうから買い足すの忘れたりとかいうのもあったりするんですけど、なんか防災のイベントとか
まあ、一昨年まで出させてもらったところだと、うん、まあ、各企業のその防災の技術の、紹介みたいなところももちろんあるんですけど、うん、割と食料品の、会社の方でその防災の、ことを中心にやってる方とかだと、そういう非常食とかも割と美味しい非常食コーナーみたいなのあったりとかして、まあ、水とかで戻せたりするものもあれば結構、うん、普通に美味しい、なんかその非常食っていう感じがあんましないようなものもありますよね。はい、おしゃれなのがあったので、うん、はい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 、ちょっとなんだろうな、非常食らしすぎる非常食にちょっと抵抗ある方とかは、うん、そういうのでちょっと揃えていければ、はいはい、ちょっとね、災害時もテンションが上がるかなっていう感じ、うんうんうん、はい、確かにね、最近缶詰類なんか美味しいしね。そうそうそう、缶詰もね、美味しいですよね。ついついまたそれ使っちゃうんですよ、ね、でも使わないと悪くなるし、そうですね、悪くなっちゃうし、奇跡にこう回していくっていう、回してね、使ったら買うっていう風にしない、はい、そうです、そうそう、うん、あとあれ、山口くんとかなんかこのおすすめのなんかあります？こういうものいいよみたいな。そうですね、私は何、うん、て言いますか、結構避難所とかだとストレスがたまるかなと思ってるんで、まあ、さっきもノアさんも言ってましたけど、うん、まあ、ちょっと楽しいものっていうことで、飴とか甘いものですから、ね、はい、保存が効くってんで、まあ、避難食だと大体乾パンとかが普通だと思うんですけども、はいはい、乾パンだけだと多分喉通らないかなって、疲れてるので、ね、うん、まあ、菓子パンとかですね、最近長期保存効く甘い菓子パンみたいなものを出始めてるので、うんうん、まあ、それをちょっとバランスよく入れて、うん、普段食べてるような食事に近づけるようにしてますかね、うん、はい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 、そうですね、やっぱりちょっとなんだろう、この災害があったりとかでちょっといつもの状況じゃなかったりですごい疲れるじゃないですか。でそういう時に甘いものあるとなんとなく心が和む感じしますよね、やっぱり。うん。そっかそっか。そしたら、辰野くんはなんか、あれですか、なんかこれは僕のおすすめみたいな。なんか、食事ですごくつながっちゃうんですけど、うん、それこそアルファ米っていうのがあったりとかして、で、それは、うん、なんか、ものは試しで買って、うん、食べてみたんですけど、はいはい、結構本当にいけて、うん、でそのお湯を得ること自体が、うん、まあ、それこそ被災してすぐだと難しくなったりする中で、うん、それこそ本当に、うん、ペットボトルの水とかをこう入れるって、うん、まあ、ちょっと時間はかかるんですけど、うん、それで置いとくだけで本当に食べれるご飯になるんで、それに関しては本当にすごいなって思って、はい、うん、あれですね、はい、アルファ米、あれ、辰野くん食べました？アルファ米、はい、お昼にうん、ちょっと消費期限が来そうだったので、はいはい、食べたことがあって、あ、すごい、はい、偉い偉い、ちゃんと食べてみた。なんかアルファ米ってそう、食べ方っていうか、その作り方によってちゃんとすごい美味しくなるときとそうじゃないときの差が激しいっていう風に、ね、うん、聞いて、うん、私も実際やったことがなくてどんだけ違うのかなっていうのを実験してみたい感じではあるんですけど、ね、だからそういうのをいつもの中でその期限が来たらそういうふうに食べるのを試してみるとかっていうのを、うん、まあ、将来的にそういうところの準備っていうか防災とか、まあ、微災じゃないですけど、うん、そういうところにつながってくるのかなと思いますね。確かにそうですよね。そういうものを食べるっていうことになれることもまたその、まあ、防災の中の一つみたいなところでね、うん、そっかそっか、ありがとうございます。ゆぶきさんは何かそういうなんか私の備え的なとことかでおすすめみたいなのありますか？はい、この写真に載ってるもの全部荷物に入れると結構大容量になると思うんですけど、うん、はい、荷物を少しでも減らすために私実際に使ってるんですけど、折りたたみ式のヘルメットっていうのが売ってて、それがすごくおすすめです。はい、普段大学にも持ってっててヘルメット、すごい、毎日リュックに入れていけるので、すごい防災女子。
そうなんです、気楽に。はい。そうか。でも頭大事ですからね。地下鉄とか乗るとちょっと怖いので、うん、ヘルメット持ってたいなみたいな。すごいですね。いち早くヘルメットをかぶる女子みたいな感じ。すごい、うん、でもあれですよね、やっぱりこの土俵上としてはヘルメットをね、これからもこの活用の部分が多いかもしれない、うん、そう、私も持ってますよ、あの折りたたみヘルメット。あとね、私あのおすすめ、この中敷きの中にあの入れるあの金属の入った、あ、中敷きの靴の中に入れる金属の入ったこの、うん、うん、あの、うん、足を、そうそうそう、安全靴みたいになる、そう、安全靴みたいになる、普通の靴が安全靴みたいになる。で、あの、なんていうの、災害時とかってやっぱり足を怪我したりとかして歩けなくなっちゃったら、そこでアウトになっちゃうわけですよね。で、あの、自分が怪我しちゃったら助けに行きたくても行けなくなっちゃうっていうような、そう、頭もそうだし足とか多分手とかもそうだと思うんですけど、だから軍手と、なんかあのビニールのディスポグローブみたいのと、あの、私も一時期これずっとリュックに入れて歩いてたけど、結局なんかあんまり何もその使うあれがなかったからカバンから出しちゃったんですけど、そう、でもそう、あの矢吹さんと同じように私もカバンにずっと持って歩いてた時があって、で意外となんかちょっとあの荷物の中に一つ入ってることで金属だから重かったりっていうのもあって、そう、重いから出しちゃったんだけど、出しちゃったらあんまり意味ないのかなっていうとこもあるんですけどね、うん、で、あれですね、じゃあ今このあのアセンドとして今作ってるそのスライドとしては、動画作成に向けては今このあたりの準備のところ、あの物の準備っていうようなところまでで今行ってるっていうことなんですね。そうですね、はい、で、じゃあここからあのムービーの方にあのなっていくっていうようなイメージなんですかね。ここにあのそれぞれ、まあ割と文というか言葉もスライドの中にあるんですけど、うん、まあ、伝わりやすいように言葉で説明しながらして動画にして、うん、まあそんなに長くはならないんですけど、あの、うん、授業とかで流していただければいいかなっていう、うん、いいですね。ちょっといいかな。あの、僕今全くのボランティアで近所の子供に英語を教えてるんですよ。で、ちょうど中学2年生の教科書に今やってるところが防災なんですよ。英語の教科書に防災が出てくるんですよ。で、このスライド、ちょうどいいあの教材になるなって今思ってみてたんです。だから普通の小学校でもこういうのね、取り入れてやればいいのになと思うんですけどね。ね、いいですよね。そう、だってね、せっかくこうやって作ったなら、そのいつもね、あの言っているその戸塚とかだけではなかったりとか、その海外に向けてだけじゃなくて、日本のそのいろんなね小学校にこの和泉堂が作ったこの防災教育を、さらに英語も学べるみたいなね、最高ですよね。最高ですよ。うん、すごいすごい。ちょっとじゃあそんなこともあの、ね、進めていけたらいいですね。うん、そうですね。うん。そっかそっか。で、なんかあの、ヘンドのとしての活動の中で、なんか今、あれ、あの、今、この、なんだっけ、学園祭みたいな、リコーダー、うん、なんかそのあたりの話、早稲田、大学の理工学部には毎年あの学園祭みたいので、文化祭みたいので理工展っていうのがあるんですね、
で、そのあたりもちょっと今少し活動してるっていうような話だったので、そこもちょっと聞かせていただいてもいいですか。したらまた共有してもいいですか。はい、少し、はい、お願いします。やすいかと。これが、まあ、さっき言った活動紹介のスライドの一部なんですけど、うん、まあ、早稲田大学 の、 その理工学部の学園祭として、うん、あの理工展っていうものがありまして、うん、で、この写真は一昨年の写真なので、まあ、対面で、うん、一番左が液状化の実験の、その模型とか使って分かりやすいようにっていうことで、この土と水入れて混ぜて、あと横ちょっと見づらいかもしれないんですけど、右の方が持ってるのがマッサージ機なので、振動させ机振動させて地震起こしてみたいな感じで、あの模型とかがどう動くかっていうのを、まあ実験でちっちゃい子に見てもらってっていう感じであったりとか、真ん中の写真は防災カルタって言って、まあ、さっきのシュレッドクイズとも似てるんですけど、まあ、お題読み上げて、まあ、どのグッズかなみたいな備蓄 の、 懐中電灯とか非常食とかいうのを当ててもらうクイズみたいな感じで、まあ、例年はそういうアクティビティ系も結構多めにしながらやってて、で去年は、オンラインでの開催だったので、同じようなことを YouTube のライブで配信で、それにはあの2年生、今の2年生も1年生だった時に、うん、まあ去年はあんまり活動らしくそういう大きい活動はなかったんですけど、まあ割と理工展は、形は違えど内容は割と濃いめにやっていたので、辰野とか葵ちゃんとかにも参加してもらいながら、っていう感じになりますね。で、はい、今年に関しては、まあ、現段階では対面での実施ってことで、まあ、やる内容は同じようなことができればなと思うんですけど、まあ、ちょっと状況も違うので、うん、そこら辺は対応しながらやっていけたらいいかなっていう感じになります。はい、うん、そっか、楽しそう、行ってみたいな。このあれですか、この液状化のものとかは、なんだろう、砂と水にと振動を与えて、で、もともとそのあれですよね、なんだろう、コンクリートというか、そのコンクリートのアスファルト地面とかっていうのが、その材料的に水砂砂利とかそのあたりでできてたりするから、同じように振動を与えることで、そういうコンクリート的なとこもこういう風にドロドロになっちゃうんだよみたいな感じのところを見せるっていうようなイメージ。そうですね、うん、水含んだ砂だと普通にそのまま、なんていうんだろうな、混ざってる状態であればただ の、 安定してるんですけど、うん、振動加えてちょっと水がこう湧き出してきちゃうと、まあ、水浸しになって、うん、家とかも安定しなくて倒れちゃったりみたいなのを、うん、動画というか実演しながら、うん、見せてる感じになりますね。うん、今ですね、チャットの方で岡田さんが、愛知県で防災啓発のボランティアをしています、小学校にも時折お手伝いしています、でシルエットクイズとても良いですね、日本語でやるとして小学校何年生を対象でやられましたか、でアイデアをいただいてこちらでも考えてもよろしいでしょうかっていうふうに言ってくださってるんですけど、どうですかね、ノアさん。小学校ではもしかしたら日本、去年おととし2019年に関しては、うん、私の行った小学校でシルエットクイズはそのなんか時々によって変えてはいるんですけど、はいはいはい、シルエットクイズやったのは私はインドネシアでやったので、はい、で小学校でもうちょっと多分学年が上だったような気がするので、もうちょっと難しいことみたいな感じであったんですけど、まあシルエットクイズに関しては1年生とか2年生とかちっちゃい子でも、まあもの自体は分かるでしょうし、まあ、そこで学ぶっていうのも割と低学年にもできるかなっていう、結構最初の方でもできそうな感じのイメージで私たちはやってますね。
そうですね。なんかでもシルエットクイズって結構なんか誰でも楽しそうな感じしますよね。ね。ね。なんかコマちゃんだってさっきこうやって見てて、なんか楽しくなかったですか？これなんだろうみたいな。普通になんか大人でも楽しめ感じでしたよね。そう、いやこれあのスライドとして見てて楽しい。そうそう、楽しい楽しい。なんか可愛いしね。いいですよね。岡田さん、岡田さん、岡田さん今コメントくださった。はい。はい。あ、岡田さん。岡田さんね、愛知県であの防災のね、あの取り組みをされてるんですよね。で、今あの鈴木ノアさんがあの言っていたんですけど、あのまあ、高学年だともうちょっと上級レベルみたいな感じのことをあの日本ではやってるっていうことだったんですけど、岡田さんどんな感じで取り組まれようとしてる？いや、あのやはりあの絵で見て、要はあの、うん、子どもたちに考えてもらうっていうのが大事なのかなと思ってますので、うん、あのこれはこうです、これはこうですっていう説明じゃなくて、なんだろうっていうそういう、こう疑問を持っていただく、そこからあの興味持って、それから必要性を感じてもらうと、防災についてこう身近なものになるかなというふうに思ってますの で、それをお家に帰ってもらって、家の中はどうなのかなというようなことで、またお母さんと話してもらえるようにつながっていくといいかなと思ってます。はい、岡田さんありがとうございます。そうですね、家族でね、みんなで考えるっていうの大事ですね。ではですね、ちょっとあの時間も迫ってきてるので、と4人に一言ずつ、ちょっとあの今後このワセンドとしての活動、どんなことをあの、まあ、このムービー作りっていうところもあると思うんですけど、あとはその、まあ、理工店へのお誘いのメッセージとかでもいいんですけど、一人ずつお願いしていきたいと思うんですけど、じゃあと、いいですね、じゃあ矢吹さんの方からあのお願いしてもよろしいですか？私は今動画を作るっていうのが今この中でしょうか？聞こえてますか？あ、大丈夫でしょう。大丈夫ですか？はい、動画を作るっていうのが今この中で紹介されたと思うんですけど、うん、他にも海外の子どもに向けて絵本もワセンドでは作成しているので、うん、はい、別のなんか 紙媒体として、うん、その手に取りやすい形でどんどん防災について発信していけたらいいかなと思っています。これですね、この本ですね。そうです、そうです、うん、これもね、なんかあれですね、すごい分かりやすそうだし、また絵も可愛いし、いいですよね。なんか読んでいて楽しくなる感じの内容なので、はいはいはい、手に取ってほしいなと思います、うん、いいですね、ありがとうございます。やっと辰野くんも一言よろしいですか？はい、まあ、あの防災っていうことは、まあ、非常に、まあ、実は身近な問題で、本当にこの夏とかもコロナ禍の中、うん、まあ、洪水に遭われた方だったりとかが、うん、まあ、実際にいて、やっぱりそういう中で、やっぱり僕らにとっても、まあ、明日何が起こるかわからないっていう意識の中で、こういうことをしていくことが大切だと思うんで、まあ、僕たちにおいては、あのそれこそ小学校とか中学校とかの生徒さんたちに、それこそテレ授業みたいな形で特別な授業をしていくことも、まあ、今後は考えていきたいかなとか思いますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、夢がある。いや、山口さんもよろしくお願いします。私はですね、早稲田大学の近くの、戸塚地区っていう地区があるんですけれども、あのそこの公立の小学校でちょっと今防災出前授業ができないかということで、今小学校の方とそれから地域の方と今連携して話を進めているんですね。で、今まではその小学校とかの防災の授業っていうのは対面だったんですけれども、まあ、今コロナ禍ということで小学校も対面はちょっと難しいということで、まあ、今オンラインとか、まあ、新しい形で防災授業を今やっていこうというふうに今考えて今話し合っている途中です。まあ、それなので、まあその新時代、まあ、コロナ禍に向けて対応した新しい形での活動を今後続けていけたらなと思います。
うん、あ、素晴らしいですね。いや、新しい形でね、うん、ちょっとじゃあ山口さんも頑張ってくださいね。はい、ではどう、じゃあ先導の代表の鈴木ノアさん、はい、3人もあの話してはくれたんですけど、うん、なかなかこう以前と同じようには活動はできない中ではあるんですけど、うん、対面じゃなくてもできるような、まあ、動画作りだったり、まあ、理工展に関しては、うん、まあ、もしかしたら人を呼んでできるかもしれないので、うん、まあ、そういう限られた機会ではあるんですけど、そういうタイミングを、まあ、うまく使えるようにして、まあ、いろんな方に活動とかも知っていただけたらいいかなと思って活動を進めてます。で、まあ、全部初めてのことばっかりなので手探りにはなるんですけど、少しずつでもこう進めていって、コロナ自体は、まあ、だんだんと収束するかなとは思うんですけど、うん、なかなか私たちの第3年生の代はこの今年のまあ冬あたりで引退っていう形で一旦こう、うん、活動自体は退く形にはなるので、まあ、その後からは今いる2年生の辰野くんとか矢吹さんとか中心にまあ進んでいけたらなと思いつつ、まあ、なかなかこう、うん、いきなりまた対面に戻って同じようにっていうのは難しいと思うので、一応私たちの学年が1年生の時には対面でこうだったよみたいなことで少しでもサポートしていけたら、うん、まあ、インドネシアとかフィリピンとかの活動も今後もスムーズに続けていけるかなとは思うので、うん、まあ、状況に応じてですね、ちょっと時期がいつになるかわからないんですけど、少しずつでも活動を自体はこう途絶えさせないように続けていければいいかなと思ってます。はい、以上です。心強い先輩だ。ね、うん、まあ、あれですよね。まあ、一度ね、退く状況にはなると思うけど、でもね、前にも出てくれた藤原さんみたいに、ね、一緒に活動することはね、いつでもできると思うしね、いろんな形での活動の幅があると思うのでね、こまちゃん最後一言、うん、何、今日の、ね、小売店が一番最初に言ったように、うん、防災っていうことがあるんですね、年齢の差とかそういうの一切関係なく、うん、ね、みんな命を助けるっていうことでつながってるわけですね、うん、で特にやっぱり災害弱い人、まあ昔の言葉では災害弱者ってことがあって、うん、今は要支援者だって難しいけどね、うん、まあそういったこと皆さん土木家電はあるいはまあ、将来建築業か建設業かだと思うので、そういう点も加味しながら、考えながらですね、防災っていうことをやっぱりこの日本にいる限りは考えていってほしいなと思うし、皆さんの本当に成功を祈っています。なんかあとは言ってくだされば会社の方で検討しますか。以上です。はい、ありがとうございました。では先導の皆さん、そしてこもちゃんと、ね、また次のこの動画がまたできたところとかでまた見せていただけたらなと思うので、そちらの方パート3で、ウィアノタロンパート3また楽しみにしてますので、ではまたパート3でお会いいたしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。楽しみにしています。